The next train will be arriving shortly. はい、米沢泉のフィールファイン TV、19時20分ぐらい恵比寿駅です。もう全然仕事終わってないんですけど、とりあえずね、最低限まとめて、解禁しました。ホテルちょっと早いんですけどね、まずは定期券で代々木駅まで移動して、この、毎日のほぼ日帰り連続開始でございます。はい、代々木駅で移動して、この東口、短いエスカレーター、北口だ、短いエスカレーター降りました。はい、こんだけだね。これでも川崎のね、日本一短いエスカレーターより段数多いはずです。はい、そしていつもバスタ新宿に行くときに通るこの道ですね。はい、米沢はですね、実は小学生の時ここにあった代々木学院というね、大学受験予備校、当時は大手予備校の一つでした。あっという間に没落したんですけどね。多分それがこのここですね。このね、ほんま今別のところに買収され、鉄力会なんすかこれ、東京運行大学を目指す人たちですか。はい、確かね、このビルのね、上の方にね、中学受験部があって、そこに通ってたですね。懐かしい。ということはですね、そのこの小田急の踏切があるんですけど、その前のこのでっかい建物のところにはね、国鉄の病院があったんだね。はい、確かそうです。まあそんな感じで新宿駅はね、敵だよのみで移動するため歩いております。はい、すいません、何ばか言って、これ JR のビルだよ、これ。これあれですよね、南口に立ったやつじゃねえか、これバスタ新宿ですね。こっちだよ、国鉄病院はね、今 JR 東日本の病院になってるってことですね。そう、ここも古めかしい建物なので、もう何言っても弁解にならないね。米沢のね、地理音痴、方向音痴が今思いっきり自己暴露されたということですね。あ、そしてこの開かずの踏切ね、バスタ行くときはこの階段を渡ればね、代々木駅から踏切なしで行けるんですが、どの道甲州街道を渡れるのでね、この踏切渡れるときは渡っちゃいましょう。この踏切は基本的に小学生のときと変わってないですね。78年、7年ですかね、42年前ですね。はい、折り返し全席指定制の京王ライナー1号京王八王子行きが終了編成で参ります。ホームドアから離れてお待ちください。この電車は府中、武梅ヶ丘、聖蹟桜ヶ丘、高畑不動、北野、終点京王八王子に止まります。この電車は全席指定制で、座席指定券をご購入の上ご乗車ください。 The next train will be arriving shortly.Thank you.
車とホームとの間が広く空いているところがありますので、乗り降りの際は足元にご注意ください。橋本行きが発車いたします。一番線ドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。ドアが閉まります。これからの降りたことしたくないですか。今重いドアいじってました。石渡り2つしか開かないんです。というわけで慶応ライナー発売です。はい、もう当然4リットルに決まってるんですけどね。重いドアいじってよね。会社の古い MacBook Air にね NDM を入れ直しててビルドし直してるってもう残っちゃうんですよ。もう Wi-Fi 飛んでるからありがたいですね。はい、慶応ライナーです。このように車内のアナウンスがねちょっとシャレオツなんですね。次は宇梅ヶ原です。南武線はこの乗り換えです。出口は左側です。The next stop is Ubaigawara. KO25. Please change trains here for the number 9. The doors on the left side will open. After Ubaigawara, we will stop at Seiseki Sakuragawa. Firebase はね、ファンクション、クラウドファンクションですね。これで京王ライナー1号京王八王子行きでございます。府中から先は座席指定券をお持ちでないお客様もご利用いただけますが、優先席の設定はございません。空いている座席をご利用ください。宇梅ヶ原で降りるお客様、本日は京王ライナーご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。ここで、ちょっと八王子までの間にですね、どうせこれ一つインストールするだけなんか、この昨日ね、買った直後に恵比寿駅前でね、チェックをしました。補充券ですが、まあ、その後ねツイッターの皆様が補充券マニアの皆様がいろいろ感染して飛行して今日いただきましてね、ツッコミが甘かったということでございます。ちょっとこれ振り返ってみたいと思いますね。まずですね、このねこれ自由欄がね、よく見たらこれ片道特区しかないですね。これね二自由といって、二つ自由といってマニアの方が陳情されてるようです。米沢は浅かったですね。まあマニアじゃないからね、補充券はね。ということで、これ本当はね、ここに片道多くの他にね、関在徳、監督在徳、違いますか、あれなんだっけ、テロップ出しときます。4つあんだよ普通は、ね、それが2つであるということで、本当は古いんじゃないかというね、今ご指摘でございまして、でですね、ちょっと裏もチェックしてみたいですね。今裏まで見たことがあるんですよ。これ見てね、見てください。東京、大阪および福岡近郊管内各駅、ね、新潟近郊管や仙台近郊管が出てないのは当然としても、ね、近郊管のコアの字が間違ってんだよこれ、ね、5時でございます。古いね、これ多分ね、今からね16年、7年前ぐらいの様式だと思われますね。あとテロップ入れたんですけどね、この現券欄2月7日から有効って書いてあるんですけど、現券だったからこれがさ、これは要するに変更した時の元の券の効力を書く欄なんで、ここじゃなくてね、この記事欄に、ね、カラツーですよね、2月7日から有効って書かなきゃダメって感じね。あとですね、これ投資が四角で囲まれてない、比
逆に近くで囲めばね、これで、姿勢と、ビューカードの姿勢ですね。花丸制限が苦しいと分かると思うね。あとこれ第05で第90号じゃないのがいっぱい間違ってんじゃないか。あと平成にまずあれがないね、取り消し線がないですね、平成2020年っていつだよ話になってしまいます。あと G1 ってますねこれね。でもここ勝利とかが代わりに線引かなくていいのかな。まあいいです。あと、逆にこのね、経由欄のところにこのね駅コード書く 6個まで書くとかなんですけど、これ書かなくていいかっていうとこれいいんですね。これはね、他社生産ね、複数の旅客会社をまたいだときにここに書くことによって運賃生産の、ね、ヒントにするっていうのがあるらしいんですけどね、別の会社で回収したときとか生産に使うことなんですけど、まあこれ東日本完結なんでね、まあ、書かなくてもいいでしょうということでございます。ということです。あとですね、これ見ない、なんか聞いたら半年前に48が発行されてるって、ね、半年間の実績ないのかよっていう、まあ、話でございましてね、まあ、そんなこんなをいろいろと受けたなということでね、いうことでございまして、ちょっと昨日の補足になりますけどね、理解でございました。終点京八王子3分弱ですかね、ということで回送電車です。終点八王子、やっぱね進行方向十分気はね楽ですね。当たり前のこと何を言っとるんじゃって話ですけどね、車止め。はい、というわけで、まあ、わずか40分間の乗車でしたけど410円の価値はまああるでしょうね、大金時はね、ということでございました。はい、なんと今日はこれおしまいでございますね。というわけで旅行、レポートがショートバージョンになるという状態ですけどもね、この後次の配信は、よしく移動さん、からお届けいたします。引き続き次回もご視聴ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。